はい、皆さんこんにちは。ついに始まりました、メキシコが終わって全員集合、ひそかに撮ってる堂々と、なんとここはマジキャスのペラーシアターです。皆さんこんにちは。こんにちは。お疲れ様です。いろいろ困ったことがたくさんあったんでね、今日は皆さんと一緒にそういう話をしようと思っております。はい、はい、まあね、今日出演していただくのはこのラジオマン、ジャックじゃない、ごめんなさい、今日は困った時の手落ち和感、はい、はい、というところに来たんで、私とミュウちゃんと、そして、はい、モッチーです。はい、そしてハイクロームゼットです。はい、若葉です。はい、誰だ。アマオです。はい、ヌノシャンでよくわかんねえな、お題取り。はい、そんなわけでね、行ってみたいと思うんですよ。で、メキシコの報告ってことで、とても一周じゃ終わらないので、各あのところ潰してね、みんなで話して、まずはラジオで、この今ラジオね、聞いてる人多くてね、ついに何単位に入ったことの感じが分かってて、1万人以上がね、このバカさんに聞いてるってことなんだよね。ということで、皆さんも一緒にね、名前も覚えてもらって楽しい会話の中に参加してもらいたいと思います。本当にこんな旅は初めて。ということで、困った時の手を手を挙げて。はい、ありがとうございます、ご協力。で、まあ最初にね、話をしたいんですけど、この、あの趣旨というのは、メキシコである国際大会、でっかい大会だったね。すごかったですね、うん。その大会に我々が参加しまして、日本選手団として、ね、日本からメキシコに入って、メキシコからまたアメリカに来てるってことなんですよ。ね、で正直言ってまず感想から一つずつ聞きたいんですけど、最初にまず聞きたいのがですね、最初、来た時に、口パクでやると言って、うん、口パクでやったらお前は出さないでモッチに代わってやると言われました。サイクロンジェット君、はい、現地でありえないぐらい受けましたけど、ご感想どうですか？いや、そうですね、まあなんやかんやでやっぱり柳田さんの意見に従った方がいいんだなっていうことが分かる。こいつはあのタグな男だからね。でもね、ちょっとやっぱり疑うんですよ最初は。なんか君疑り深いよね、なんかね。変な男だね。まあね、昔浄水器買わされたりとか。売られそうになったりとか、うん、結構いろんなものに勧誘されることがありまして、ね、やっぱりちょっと人を疑ってやってきなさいと親に言われてるもんですから。なるほど、はい、でもね、俺言いたいんだけどさ、はい、ね、あなたがいろいろ言って買ったチケットは23キロまでで荷物1個しか運べないチケットなんだよ。そうです ね、で値段実際はほとんど変わらないんだよ俺と。あ、うん、それで、はい、うん、いやいや本当、まあどういう、10万ぐらいでしょ、10万ちょっとか分かんないけど、9万6千円ぐらい、ちょっと1万円ぐらい違うのかな、はい、で我々のチケットは35キロまでで荷物2個なんだよ。ああ、なるほど、なるほど。うん、だから、結構でかいですね。まあ、だからね、旅っていうのは難しいもんで、やっぱり安全を買うためにね、あとね、問題は、なんか飛行機が失効したり、うん、なんかした時に、別の航空会社用意してくれるチケットとか。はいはいはい。うん、まあ、そんなこともありましてね、まあ、チケットは難しいところなんで、でも、うん、バカ受けでしたね。いやー、ありがたかったっす。本当に涙、うん、最後出て。よかったな。あ、布川さん。布、うん、川さん、見方変わったもんね。うん、最初は、あんなもん何連れてくんだみたいなこと言ってたけどさ。そういう言い方じゃなくて、うん、マジックの要素が入ってない。舐めてるって感じだよ。僕も布川さんって何者なんだろうなって。お互いの中でね。でもさ、もう終わった後さ、受けて、あの受け方を見たらね、たもう何も言えなかったわ。いや、ありがとう。布川さんの表情がね、もう、全然変わっちゃってるんで。そうそう。だから僕も今すごいフレンドリーな感じで。前は違ったんだね。前は違った。さあ、続いて、じゃあ、モッチーにも行きましょう。はい。人気ありましたね、モッチー。いやー、なんかね。なんだろうね、この人気は。すごい写真とか。一種のペットみたいな感じで。ねえ。びっくりした、あんなフレンドリーな感じ。そうそうそう。もう周りにいる女の子はみんなモッチよりでかいんだよね。そうですね。ガリバーの旅行を見てるから、ジャックと豆の木かみたいな感じでしたけど、演技の方もね、クローズアップ出たんだけど、ステージもマッチしてね。はい、そうですね。うん、僕らなんか見た時に、あいつがまたあんた騒いでてさ、もう口パクだと言ってんだったら、モッチにステージやってもらっちゃおうかなと思うぐらいに信頼性がありました。ああ、ありがたいですね。ね、旅も良かったですよ。旅のね、もう本当副リーダーを務めてくれて、もう手にも全部やってくれました。ねえ、素晴らしい。受けも良かったし。さあ、それでミュウちゃんです、はい、コインロールでスタンディングオベーションがありました。そうだったんですけど、ね、全然ね見えなかったんですよね。4枚の時、4枚のコインロールやった時に、うん、やっぱりすごい驚愕で、うん、あれ俺ね、まあ、やんなくてよかったんだけど、うん、両手で同時にできるとこ見せてやりたかったね、うん、このやつらに。そうだね、うん、やればよかったな、ね、ルーティン的に入ってなかったから、ね、そうだから本当クローズアップもキレが良くてね、評判良かったです。良かったです、まあ、みんなねそれでは当たり前だけど反省の点はあるんだけど、はい、これだけいけばいいだろうで、うん、困ってないなこれ。まだ困ってない。まあ、困ったやつが一人ターゲットということで、はい。で、若葉ちゃんですよ。鳥ですよ、はい、大鳥。はい。どうでした？いや、もう、リハの段階で、うん、なんで私がここなんだろうっていうくらい、周りがすごいんですよね。うん、まあね。大掛かりだし、
最後のイリュージョンのあれなんかすごいもんね、あの男は。金かかってますね。金かかってるよ、ね、うん、あの洒落たあの昔風のね三輪車で登場で、かっこよかったね。国際大会の一番最後の鳥のショーで、そう、なんで私ですかっていう感じでマリリン登場。そう、いやでもアシスタントサイクルでバカ受けたし、そうそう、出てきてくれてね、本当に。まあでもああいう経験っていうのは本当にできないの で、 で、ね、私の経験の中、うん、まあそんなに年数ないですけど、うん、経験の中で初めてのあんなに広い舞台で、うん、広いステージでよかったですね、はい、うん、さあじゃあね、今回特別に同行してて坂本さんが来れなかったのは残念なんだけど、はい、代わりに布川さんが堪能していただきましたが、あ、どうですか、初のコンベンション。日本では始めないぐらいすごい、うん、お金をかけてますし、うん、紐を使って、うん、要するにこうターンテーブルから出てくる、うん、もう一人一人がもうスターのように、なんでこれだけお金をかけてショーをするんだ、うん、それから照明から音楽からもう全てがなんか、あと撮った映像をその場で編集してラストに流すと、うん、そうだったね、さあそんな中でディーラーブース、ね、うんうんうん、日本では考えられないようなでしたでした、はい、でした。で、ディーラーブースも担当してね、それ以外もいろいろやってたんだけど、天野さん、はいはい、ね、どうでした？疲れたでしょ、本当に。疲れました。あなたはその後もっと疲れたけど、第2回さんまでね。まあでもね、天野さんもね、あのアメリカに来てね、こうやって実際に行動して、そしてメキシコに行って、すごい体験をしたんでね。体験すごかった。うん、食べ物はね、まあ、食べたらいいよ、ちゃんと。うん、もう、珍しい。なんか、虫の入った食い物なんか食いたいとかずっと答えて、出会えなかったね。そうですね、珍しいの食べたいんですよ。ねえ、まあ、あの、そんなわけだと。探してましたよ。え、虫の入ったテキーラを探してた。あ、そうそう、探してた。そのテキーラもいろいろ問題あって、俺、15と誰に借りてることになってるの？あ、最後の。後で渡すからね。わかりました。ギャンブルやろうか、俺。その15の元手に。いやいや。いやね、それで、ここまで困ってないんだけど、何が困ったかってこと、僕は大きい声で言いたい。みんなにも同意してほしい。はい、スケジュールの時間帯が最後まで決まってない、うん、当日の朝まで決まってない、決まってたね、さすがにね、うん、でパンフレットちゃんと書いたね、なんか急遽の予定だけ変更される場合がありますとか、それでちょっと言ったらさ、時間通りやんないとまずいんじゃないのって、やっぱり不満が出ないって言ったら、いや時間通りやったら不満が出るだろそんなことしたらね、メキシコの人間たち怒っちゃうよって言われて、そう言われちゃうとさね、やっぱり行き帰りの飛行機の帰りの時の飛行機の時にクロワッサンとクロワッサンじゃないもん出てきて、これ違うだろ、これクロワッサンだろって言ったら、いやこれがクロワッサンです。どうですかそれは。いやもう正直適当だなと思いました、ね。日本人メニュー見せろってなったらマヨネーズみたいなんで手洗わされたんでしょあれ。いやあの消毒のジェルですよね。消毒ジェル。メニューくれっていうその手が手を洗ってくれに聞こえたんでしょう。バカな。いやだからジェルをバーッとやる、しょんべんちびりそうになりましたよ、面白すぎて。いやね、詳しくは柳田さんのブログで、ね、常識じゃん、通じないんだよ面白い。でリハーサルで2時間遅れなんて当たり前だって、12時とか、ね、夜の12時とかですよね、始まったりとかする。そうそうそう、だから1時半2時ですよね。で深夜のディーラーブースオープンでしょ、うん、はい、もっと早くオープンしなきゃいけないの、4時間遅れぐらいでオープンして、うん、で1日中テキーラパーティー、まず深夜4時過ぎまでカラオケやってる。そう、初日にカラオケパーティーってわけわかんない。何もまだなくて違うんだよ ね。打ち上げすること何もやってないのに、うん、カラオケやったりとか。ステージの舞台で熱唱してるやつがいて、ね、みんな横で踊ってて、そのうちテキーラさ、あのパーティーの時あったじゃない、最後。ディナーパーティー。一本もなくなっちゃって、一滴もなくて、それでね、それで持ち込みのテキーラで店になくなっちゃってんだよ。あ、そうなんですか。うん、もうあの開けられちゃってさ、店のさ、そのワイン蔵。それで全部飲んで、で、あの時ね、あの、俺が2階で畳んでたんだ。なんか、おこわをね、水で溶いて食ってて。そしたらね、おばあさんが、おぶわれて上がってきたの。その後、車椅子とかついたと思ってね。ああ、やっぱりね、障害者の人たちも見に来てんだな。うん、そしたら、次の時に、大男が、4人ぐらいで担がれてきたの。ああ、テキーラで倒れたんだから。ああ、そっちの中で。そんなの毎日だよ、本当に。すごいよね。で、朝までサイクロン Z 捕まるしね。いやもうね、すごかったですね。本当にメンタリムズムズあんな受けると思う。いやもうすごい感動しましたね、外人さんに受けるってことは。いやまあだからね、これは困ったわ。あの実際は本当にね、あの確かに困ったらジョーマンジャックなんだけど、うん、こんなに楽しいコンベンションって世界でないよね。そうですね、クローズアップのねレベルもねすごく高くて、クローズアップのあのオーディションっていうかね、コンテストのレベルも高くてね、
まさに 3年に一度しか、いや、あの理論いい加減なやつで3年に一度しか、この間言ってたのは3年に一度 やったらそれ以上短かったら死んじゃうよ俺の体だったんだけど、もう来年の11月の同じ日にやるって宣言してた、宣言してたよ本当に、ディノ君ね。まあそんなわけでね、10分間あっという間でしたけどね、これ連続でまたね、いろいろと皆さんにねご報告しますので、またね、次回ということでお楽しみということで、次はニューコップです、よろしくどうぞ。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。